伊豆原弁天地は、栃木県佐野市伊豆原町にある池である。池は1956年、栃木県指定天然記念物に指定されているとともに、池の水源は1985年、伊豆原弁天地有水として、名水百選に選定された。佐野市の期待期にあたる後山は、秩父湖清掃の石灰岩で形成されており、小入道から年間を通じ水温は、 摂氏16度2400の湧水量の水が湧き出しており、流出した水は、料邸の庭の池や、養魚場や磯山公園の池に利用されて、下流の灌漑用水にも利用されている。昔、伊豆ル原に、朝比長者が何、不自由なく暮らしていたが、ただ一つだけ小宝に恵まれなかったので、長者夫婦が、伊豆ル原弁天に、小授けの願をかけた、すると、 美しい女の子が生まれ、鶴姫と名付け大切に育てた。鶴姫が十八歳の時、山に遊びに入ったまま行方不明となり、大事な子供を亡くした長者夫婦にある時神が礼事したことは、姫は弁天池の恋となっており、竜人となって昇天するためには、莫大な財宝がいるとのむであった。そこで、長者は、娘のためにと後山に財宝を埋め、 朝日さす夕日輝く木の下に、漆千葉用金を置くというような宝のありかを、読んだ歌を残している。佐野市の民話より、ありがとうございます。